長澤まさみの父は元サッカー日本代表 J リーグ参入前のジュビロ磐田の監督を務めた長澤和明2004年世界の中心で愛を叫ぶにヒロインとして出演白血病治療の副作用による脱毛症を抱えた役を演じ自ら申し出てスキンヘッドになった山田孝之が長澤まさみを好きと公言してるが馬鹿にされてるように感じている山田孝之たちが長澤まさみのモノマネをしてきて泣いたことがある